皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は集客を成功させるポイントについてお話をしていきたいと思います。自宅開業において、自宅開業問わず全ての事業においてなんですけれども、集客っていうのは非常に大きな問題で、その集客を成功させるポイントっていうところがあります。でこちらでは特にですね、ご自宅をこれから開業したいという方で大切にしてほしい考え方というのをあらかじめお伝えしたいというふうに考えております。まずですね、自宅開業の集客の際にですね、大切にしてほしいことということで、リピート顧客ですね、主にですね、集客っていうと新規っていうことで、新規顧客獲得の方ばかりにフォーカスされるんですけれども、一般的にはですね、新規顧客よりもリピートだから、来てくださった方にどれだけ長く続けてもらえるかっていう視点でも教室運営をしていく必要があるんですね。ということは、最初から長く来てくだされるような方と付き合いができるような初期の集客ができてるかできてないかっていうのが非常に大きなポイントになってきます。例えばメールマガジンとかですね、あとは LINE アットとかで、まだ今本当に来ている形のもっと手前の方ですね、手前の方だったとしても、いずれは自分のお客様になるかもしれない方っていうのがいらっしゃるわけですよね。でその方たちをこう地道にファン化しながら、自分の教室の魅力とか自分の魅力とかを分かってもらった状態でファンを増やしていく、そしてやっと通ってきてもらう、そしてその方がさらに長く続けられるように、楽しみ続けられるように努力をしていくっていうことで、新規顧客も大事なんですけれども、リピート、長く続くお客様を作るということと、その手前のお客様を育てるっていう、この2つの視点があるっていうのが実は非常に大事だったりとかしています。なのでこれをちょっと意識してほしいというのが1点と、あとはですね、ターゲット、来ていただく顧客層ですね、これやはり明確にする必要があります。主婦なのか OL なのかとか、あとは糖質制限の方だったら糖質の低糖分を習いたいとかですね、そのニーズが全然違いますので、そこを明確にしないまま、自分は可愛いお菓子が作れるからとか、自分はこんなパンが作れるからっていうことで教室を開業してしまうと、大概集客に行き詰まるケースが多いです。お客様を見ていないからです。なのでそこを明確にする必要がまず一つ一点があります。そして同時にですね、強みを明確にしなくてはいけません。現状ですね、教室開業されしたい方する方はものすごく増えてます。なので、例えば同じパン教室だったとしても、特徴が際立つ教室の方が注目はしてもらいやすいですし、集客がしやすいです。昔はですね、パン教室なのにお菓子もできて料理もできて、雑貨も作るのを教えてくれて写真も教えてくれてとか、なんかそういう教室の方が人気だったんですけれども、今はどちらかというと専門特化していて、その専門の先生だっていうことで立つ先生の方が人気が出たりとかします。なので、ご自身の教室の特徴は他と何が違うのか、この分野なら一番ですって言い切れるものまで、特化していく、それを明確化する、そして自分もそれを理解し、それを外向きに発信していくっていう、それが必要になりますので、それをアピールすることが集客につながるということで、まず自分の強みを明確化するということが必要になります。でそれと同時にですね、集客と情報量の関係性ということもお伝えしたいんですが、主婦企業の方とかは特にご自身のプライバシー、情報を開示することを嫌がる方が非常に多いですし、ご家族の方から反対されている方とかもいらっしゃいます。ただしですね、お仕事として捉える場合に、じゃあ例えば有名な企業とか、それは法人っていうものがあるにしても、いやちょっと恥ずかしいんで写真が載せられませんとか、企業が写真載せられないってことはないんですけども、そんな状態で信じてもらえるかっていうのはまず無理ですよね。最近で言うと農家さんとかだったとしても、顔出してちゃんと私が生産者です、作りましたとかっていうのをやったりする方とかもいらっしゃるじゃないですか。なのでそれぐらいの世の中っていうのは信用できないっていうのが大前提になっていて、信用してもらうためには
まあ、顔があったりとか、まあ、住所は全公開は無理なのは教室の場合仕方がないのでそれは大丈夫なんですけれども、あとはその室内の写真とかですね、そういうものをやはり教室がどれぐらい開示できてるかによって集客が変わってきますので、情報量が少なければ少ないほど集客が不利になると思っていただいた方がいいと思います。例えば顔写真がないだけで顔写真がある先生と比べて集客のハードルは 1.5 倍から2倍上がるということです。信じることができないからです。例えばお菓子の先生でお菓子の写真が載ってて全然先生の顔がどこにも見えなかったら、自宅教室に生徒さんが行くのって恐怖なんですよね。だってどんな人が現れるか分かんないじゃないですか、ね、実は女の人じゃなくて男の人だったって言ったら結構大変なことになりますよね。だから写真とかを、まあ、載せることができない場合には非常に集客において不利になるっていうことですね。だから住所まではその最後のところまでは大体前のところで予約が入った方にはお教えしますっていうので、まあ、よく自宅の場合にはやってますので、そういった対応でも大丈夫なんですけれども、集客っていう観点から考えた場合、情報開示が少ない場合には不利になるっていうことを、開業初期の方は特に理解していただきたいなと思いましてお伝えしました。ご参考になさってください。それでは。